玉貯蔵国造玉貯蔵国から1869年3月13日は、江戸時代後期の日本の執行職人。佐抜国高松出身で、佐抜国とその他諸藩の執行技術、特に長室の発展に貢献した。香川漆器の基礎を築いたとされる。名はため作り、通称は慶造、正直。祖父は藤川理佐江門のといい、鞘主であった。父、 藤川慶造も家業を継いで、造国は父の指導のもとで修練を重ねつつ、彫刻を学ぶ。京都の抜きな海奥、長らく保全、篠崎小竹や阿部木ぬ宮本隆史なりと信仰した。保全、慶なりとは特に親しくなった。漆や彫り刀に工夫を凝らして、制作に尽力し、新たに鮮やかな光沢の造田に塗りを生み出した。 一説には、追手の技法を代々継承する追手、妖精の門弟ともされる。藩主の命により、花や蝶、冬や川蝉などが遺装された、聖地な陰籠を献上し、観光となる。名字立分けを許され、玉蝶を名乗った。文政十三年十月より、松平来広氏に、時代松平より種、そして松平来僧と、 代々使えて300余りの作品を創作した。開エ年間にアメリカの黒船が寒川の指導裏を訪れた時に造国作の黄本が館長へ送られ館長は大いに感謝したと言われる。またその衣装の巧みと優雅さに造国の漆券を見た新国人が共嘆したという逸話も残る。明治2年に亡くなった高松市立中央公園に 造国の銅像が混流されている。ありがとうございます。